少女は夜になってから店が閉まると自分の宿へ帰りました。いろいろの人が帰り道に声をかけました。しかし少女は心に願いがあったので気が閉まっていましたから、決して余計な言葉などは交わしません。さっさと道を歩いて行きました。ある月夜の晩のことです。少女が歩いて行きますと、後ろから自分を呼び止めるものがあります。それはいつにない優しい声であったから。ふと立ち止まって振り向きますと、おばあさんでありました。お前さんには青い色がよく似合うこと。本当に美しい娘さんだ。しかし生まれはこの町の人ではないようだが、どうしてこの町へ来ましたか？知った人でも終わりなさるのかね？と尋ねました。少女はおばあさんなので安心して、つい自分の身の上を語ったのです。いいえ、私は全く一人ぼっちなのでございます。お母さんと二人でうちにいました時はどんなに幸福でしたか。お母さんは私を可愛がってくださいました。お父さんのお顔を知りません。ごく私の小さい時に亡くなられたんですもの。そして兄さんがありましたけれど、私の6つの時に家出をして、その後頼りがないので、かわいそうなお母さんは死ぬまで兄さんはどこにどうしているだろうと言っていなされました。おばあさんは少女の話を月の下で少しも聞き漏らすまいと耳を傾けていました。それでお前さんは家なしになってしまったのですかい？とおばあさんは言った。家なしに？少女はなんという寂しい言葉だろう。こう言われると胸が塞がるように悲しかったのでした。なるほど、考えればもうどこにも自分の帰る家はない。ただこの上は一人の兄をどうしても探さなければならぬという日頃の願いに気が引き立ったのです。お母さんが亡くなられたので、私は兄さんを探しに故郷を出ました。しかし旅をしている間に持っているだけの旅費を使い果たしましたから、この町で働いてまた旅をしようと思っています、と答えました。それは感心なことだけれど、あてもなく歩いたって兄さんに巡り会うことは難しいもんだ、とおばあさんは言った。これを聞くと少女は月の下で霜に悩んだ弱い花のようにしおれてしまいました。おばあさん、どうしたら私はこの世の中でただ一人の兄さんに巡り会うことができるでしょうか、と訴えたのです。白髪頭のおばあさんは考えていましたが、それは方々の人の出入りするところへ行って、いろいろの人にお前さんの兄さんの話をして聞いてみなければわかりっこはないよ。私が
いいところへ連れて行ってあげるから。明日の晩に町外れの橋の上に行って待っておいで。きっとだよ。私はお前さんの身の上を悪く取り計らわないから。とおばあさんは言いました。少女は親切なおばあさんだと思って、その夜は別れて帰りました。翌日になると、少女は人形の代わりになって、店先で勤めるのも今日限りだと思うと、街の景色を見るにつけ、なんとなく物悲しかったのであります。呉服店の主人というのは気軽な面白い人でした。少女は自分の身の上を打ち明けて話したのは、おばあさんと主人の二人きりでしたが、主人はどうかして兄さんに会わしてやりたいと陰ながら心配していましたので、新聞記者に話したものと見えて、このことが土地の新聞に載りました。すると、生きた人形の身の上話がたちまち町の中に広まったのでした。ちょうどその日のことであります。青年が呉服店へ訪ねてきました。私が兄です。と言って、少女に面会を求めました。けれど彼女は子供の時分に別れたので、兄さんの顔を覚えていません。本当にお兄さんでしょうか?と、少女は美しい目でじっと青年を見つめていました。何しろ10年も経ったのだから、忘れてしまったのに無理はない。けれど僕にはゆきちゃんの小さな自分の可愛らしい姿がありありと目に残っているよ、と青年は言って、僕も覚悟をして家を出たのだから立派な画家にならなければ帰らないと思っていたのだ、と語りました。そして懐からお母さんの写真を出して妹に見せたのであります。一日だってお母さんのことを思い出さない人でなかった。と言って青年は涙を落としました。少女は今、彼を本当の兄だと信じて、疑うことができない。一時に、喜びと悲しみとで胸がいっぱいになって、張り裂けるようでありました。兄さん?兄さん?私はとうとう兄さんに巡り合った。お母さん、なぜ死になされたの？お母さん、と兄にすがりついたのでした。そしてもし今日兄さんに巡り合わなければ、晩にはあのおばあさんに連れられて、また遠くどこかへ行ってしまったであろう、と話しました。それは固めの白髪のおばあさんじゃなかったかい?と兄は聞きました。固めだったかもしれません。大変に親切な。すると傍らに一切の話を聞いていた主人もまた兄もびっくりして、あのおばあさんに見込まれたらどうしても逃げられはしないということだ
恐ろしい角若しのおばあさんなのだ。仲間が幾人あるかもわからない。きっと船着き場の町へお前を売るつもりだったろう。何にしても早くこの町から逃げ出さなければいけないと言いました。